この日はレギュラーとして出演している TBC 東北放送ラジオ坂本悟一人の時間、その番組収録が行われた日でした。収録場所は国分町にある昭和歌謡酒場プレイバックさんです。今日ホテル仙台駅前なんだって。車を引いています。癖になるとかそういう話じゃないけど、メインパーソナリティであるシンガーソングライターの坂本悟さん、そして私と同じくレギュラーの伊藤洋平さんを待ちます。今日あれだったんですよ、車の定期点検で、じゃあそのディーラーの若い子が、たまには飯をおごらせてくださいと、昼飯ちょっと日の出の近くにとんかつ屋があるのかつの屋で、そしたらね、そのお店の人がね、サイン書いてくれっつって、で見たらツイッターで昨日気仙沼来てたの見てたんでっつって、おそうなんですよ、うちに現れてびっくりしましたっつって、あ、フォローしてんだと。俺久々に、SNS 見て声上げたんですけど、サトルさん、マックスタジオおめでとうございます。あ羨ましいと思ってウルトラ行ったんですか？ウルトラ、いや、分厚さがなんかすごい、マックス、あのウルトラは、まあ、俺全然買わなかったですけど、評判悪いですね。あ、そうなんですか。あんだけ金出した効果があんまないって、コスパ悪すぎるっつって、だってアップルのサイトでこう自分でセッティングで見積もり作れるじゃないですか、ウルトラ選ぶととんでもないことになりますよ、だけどね、今まで例えば iMac Pro とか、あと、あそこら辺やるとフルで積むと500万とかいっちゃうんですよ。だけど今回のはフルで積んでも100いかないんですよ。いかないですね、言われてみれば。だからすごいコスパいいんじゃないですか。毎週月曜日夕方6時 TBC 東北放送ラジオ坂本悟一人の時間、ラジコでもお聞きいただけます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。